こんにちは、農家です。おはようございます。本日も爬虫類館勤務なんですけど、今朝ですね、こうやって朝の準備をし始めてるところなんですけど、まあ私まだ、爬虫類館で働き始めて1ヶ月も経ってないんですけど、こんな新入りの私になんと後輩ができました。もうね、先輩になってしまったということで、早速ちょっとね、先輩風を吹かしつつ、そのスタッフさんとね、一緒に頑張っていこうかなと思ってます。いいですね、もう後輩ができたというのはね。じゃあちょっとお掃除とかしていこうと思うんですけど、まあ、やっぱ水槽とかこういうね、このコケコケを取ろうと思うんですけど、あれ？あ、新しい後輩、新人？あれ？いや、イグルーさんじゃないですか。はい、ということでイグルーさんがね、お盆の間10日間こちら爬虫類館で働いてますので、私の新しいこの後輩新人はイグルーさんでした。もう完全にね、私のグッズまでつけてるんで、もう多分ね、すごい慕ってくれてるんやと思います。仲良しですよね。まあまあ、ちょっとやっぱ後輩なんでやってもらっていいですか。こんぐらいはやってもらっていいですか。やってください。もちろん、うん、そうですよね。そら、そらそうですよね。もちろん、やっぱ大変な仕事こそね、やっぱ後輩が率先してやるべきですよね。その通りです。そうそう、ちゃんと角までしっかりね。いいですね、やっぱこういう大変な仕事は、やっぱほら、私よりイグルさんの方が腕も長いし、スルスルやってますね。ありがたい。お盆のこの10日間はいっぱいイグルさんにこういうの任していこうと思います。うん、ここ。あ、ここ。頑張れ。まあ、俺ね、アクア出身なんで、だんだん調子が出てます。そうですよね。それ分かってやらしてるんですよ。あ、そう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 、そうです。おー、綺麗になりましたね。合格。じゃあ次、ジムナーカスの水槽ね。ちょっと遊ばないでもらっていいですか。よし、じゃあジムナーカさん、はい、はい、新人、はい、やれやれ、チャチャやってください。チャチャやってください。はい、もっとゴシゴシして。はい、もっともっと。ナープレコ、イグルーさんが掃除するべきやな。あれ、ここ汚いな。掃除しました。ここ、はい、やってください。ちゃんとやってもらっていいですか。両手でしっかり強くやってもらっていいですか。やばい。これエミューと分かり合えたんですよ。マブダチです。なんかそんな感じじゃないけど今。いや、俺仲いいのこっちの。麦。うん。な。全然赤い。ちゃんとほら、ちゃんとこっちも、こっちも。1、2、1、2、1、2、1、2。後輩にばっかやらしてないでね、私もちょっとご飯をあげるという仕事をしましょう。これは兄さんが手刀で割った進化です。はい、クロイモ、はい、チーカイ。手刀で割ったスイカをお客様がご飯であげてくださった残りですね、これ。おいちいね。いや、祭りも花火大会もなんか夏らしいこと、海とかも何にもしてないですけど、亀とスイカ見てるともう夏ですね。もう夏満喫しました。めっちゃ皮も食べるやん、おいしい。フライもおいで。
はい、ということでイグルさん、まあ今日までなんですけどね、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。またいつでも待ってますんでお願いします、はい、そしてなんと今回イグルさんがね、繁殖させた個体たちも販売で連れてきていらっしゃいます。なのでちょっと置いていくんですよね。そうですね、一部は置いていきます。イグルさんが帰っちゃってもこの爬虫類館で見れる子たちをちょっと紹介してもらおうと思います。まずは八重山石亀イグル CB ですね。はい、あ、みんな3月生まれですね。今年は3月ですね。あと5匹ですよね。5匹ですね。超ベビーちゃんたちがみんなおります。この子たちはよくこう飼われてるクサガメとかそういった子たちと飼い方的にはあんま変わんないんですか？八重山石亀自体夜行性のカメになりますので、日本石亀とかクサガメみたいな紫外線量は必要ではないんですが、あ、なるほど。じゃあちょっとは当ててあげた方がいいかなと思います。じゃあちょっと日光も当てつつ、ね、まあでも飼いやすいですよね。じゃあ飼いやすいですね。こんな超かわいいベビちゃんから飼うのいいですよね。みんなバクバク餌食べてるんで ね、健康です。はい、はい、そして続いてこの子、青大将のこの子も結構ベビちゃんですか？まあ、あ、でももうすぐ1年。もうすぐ1年ですね。もうすぐ1年。この子もイグル CB ですか？もちろんです。わお、かわいい。ノーマルですか？これノーマルですけど、ちょっと色が綺麗かな。なんかちょっと明るいというか緑ですね。はっきりしてますね、綺麗。餌はよく食べますか？よく食べます。なるほど、もう自分で自分で食べてます。お、それがやっぱいいですね。ちっちゃい子そこ大変なんで、じゃあいいですね、安心。たくさん食べてます。ワイルド個体ですか？石垣島で帰化しちゃってる外来種のウリガイです。おー、いっぱいいるっていう噂のやつですね。そうです、今年捕まえた子ですね。おー、イグルさんが捕まえた子ですね。え、めっちゃ綺麗じゃないですか、ここブルーなんですよね。すごい、この子もなんで1匹限定ですからね。1匹限定です。1匹限定で書いてありますから。はい、いいですね。この子もよく食べてますか？よく食べます。アフードも食べるし、小松菜も食べるのね。いい子です。じゃじゃーん、ブードモニターちゃん、イグルー CB でございます。じゃじゃーん、この子はだいたい5ヶ月ぐらいですか？そうですね、半年弱って。かわいい、まだまだベビーベビーですね。なんか毎日フードで育ってるんですか？え、めっちゃかわいい。あの2本で立つっていうことで知られてる有名なブルドモニター。そうなんですか？はい、ミーアキャットみたい。おお、何それかわいい。この子だけですか？そんなんすんの。そうです、ブルドモニターの、まあ、足がたくさんいるんで、その部類だけです。今フードだけですよね、ほとんどあげてるの。ほぼほぼフードと時々虫ですね。すごい、フードだけですくすくこんなに育つんですね。まあまあ大きくなったらいろいろ食べるんでしょうけど。はい、CB が珍しいって言ってましたっけ？そうですね、貴重ですか？基本的に東南アジアの方から輸入されてくるものばかりなので、国内で増やしてる人も少ないんで。なるほど、国内 CB はちょっと貴重なんですね。よく寄ってきますね。はい、なるほど。この子も、まあ、展示の方にいるんで普通にも見れますし販売もされてますので、はい、皆さんぜひ遊びに来た際はこの子も見てみてください。はい、そして滝島マダラです。この子もイグルーさん CB。はい、まだサイズはこれからですね。すくすくサイズ。おお、かわいい。この子も展示の方に展示されながら販売されてますので、はいはい、この子も見てみてください。はい、ということで10日間限定の後輩イグルーは今日までですが、イグルーさんが連れてきた子たちはいますので、ぜひ皆さん爬虫類館でお待ちしております。